さあどうぞ見ていってくださいよ。さあどうぞ。また来よう。あなたのご武運を願ってますよ。また人が死ぬの。遅かったじゃないか。心配したよ。捕まったかと思った。文を届けるのに手間取ってな。読んでもらえた。ハーンとの戦に加勢するって。そう願うが、待っておるいとまはない。風が強くなってきた。朝には大風が来るな。ヒアリは無事に奪えたか。痛手を負わせられるほどにね。それとクロードに従うため城を抜けた兵を見つけた。万端だ。夜明けとともに攻めるぞ。そう伝えるよ。みんなに会ってきて。話を聞きたがってる。酒井様、杉寺の長がいて心強いぞ。長だなんて名乗るつもりはありません。だろうな。だからこそふさわしいのだ。お主の兄君と僧兵らの仇を討とう。故郷を取り返すだけで幸せです。寺が落とされないか気になっていた。酒井殿、槍川の戦士はクロードに従うと申しております。恩に着るぞ。共にハーンを討とう。あの侍どもは敵だ。何？ジン。雅子殿、おいでくださるとは。叱る時に参ると申したであろう。私もハーンを葬りたい。奴は夫を殺し、二人の息子を奪い負ったからな。必ず裁きを下しましょう。私も力を尽くそう。お休みを。明日は長くなります。もしくは短いか。さあいよいよですね。機嫌が良さそうだな。当然ですよ。一日中酒を飲んでますからね。あまり飲みすぎると明日起きられなくなるぞ。戯れはさておき、明日は力の限り戦います。
墓のためにも。頼むぞ、ケンジ。お腹がねじれそうに痛む。酒井。その弓、頼りにしております。約束は果たしたぞ。深く感謝いたします。あまり干渉にふけるでない。先生もでしょう。覚悟はつきましたか。この家に生まれた時からな。明日が待ち遠しくてたまらんが。早く船で海に出た。お主に助けられてから随分と遠くまで来たな。陣は重くて引きずって歩いたよ。ほどこにしなきゃ村に戻れなかったくらい。全てはお主のおかげだ、ユナ。あんたは死ぬなよ。これまで辛いことばかり。大事な人も亡くした。お願いだ。だがハーンを止めねば。もういいよ。一緒に船を見つけて静かな地に逃げよう。戦は侍どもに任せりゃいい。それは本心か。いいや。俺が死んでも戦い続けてくれ。あんたってやつはひどい男だね。そろそろ休む？まだだ。今はあと少し共にいてくれ。いよいよだ。この時を逃せば二度とハーンを撃てなくなる。ケンジ、ヒアリの手はずはいかに？いつでも矢の雨を降らせられますよ。よし、ユナの合図で放つがよい。猛虎は束になってヒアリを奪いに来るだろう。我らはそこを叩く。火薬も旧兵も定められた場にある。さあ参ろう。酒井、皆の者、ブルーンを。いざ。ジン、志村様はいないね。じきに大風が来る。我らも始めるぞ。あいつの矢は放てるな。今だ。猛虎が来るぞ。すべてなで切れにしろ。
うまくいったね。猛虎は陣を整えておる。その隙は与えません。ノリオが丘の上の兵を率いておる。ならば落ち合い加勢しましょう。皆さんご無事で。この地で片をつけましょう。今日をハーンの命日にします。志村殿のご加勢は待ちません。私たちはダイモンを攻める。猛虎の気をそらすから、その隙に忍び込め。死にに行くつもりか。ここまで来たんだ、今さら引くつもりはないよ。おのおの方こそ誠の勇士。また生きて会おう。兵の相手は任せな。みんな声を出さんか。猛虎にかける情けはないぞ。戦え、戦い様に夜だ。クロードに続け。屋根に登らねば敵陣を見渡し、ハーンの居所を探る。あの櫓を登れば敵陣を見渡せよう。
くはるたとばしょガウソガウソこっちからゴーガウソゴーゴーくだらなかったからな。和平にも応じず、己は戦を選んだ。ではその報いは本土の民に受けてもらう。この対馬からは出さんぞ。敗れたであろう。こたびは勝てるとでも。勝ってみせよう。
やれ、やれ、クロードを殺せ。もし、さすれば次が来る。やれ、この名はついえぬ、とこしえ。いや、そうさせんぞ。ハーンは死んだが、その残党は隠れておる。奴らを追いやらねば誠の平和は戻らん。モーコが去ったらどうなるんだ。また生きていくだけだ。もう先のことも想像できないし、自分が誰かもわからなくなった。お主は誠の勇士で誠の友だ。野党だけどね。それは過去だ。明日の己はお主が決めろ。そろそろ立つぞ。叔父上が探しに来る。いや、来ないよ。戦の後に使いが来たんだ。和睦の申し出か。あんたに会いたいとさ。赤い葉が落ちる浸透した湖のそばで。大巫女、よく稽古をつけてもらった地だ。ついてこうか。唯一の家族だ。一人で会わねば。そうだね。高を思うとまだ胸が痛む。髪についた煙の匂い、小さく笑う顔、酔いつぶれた姿さえ懐かしい。あいつは私の全てだった。だけども一人きりだ。そうではない、俺がおる。クロードは島のみんなのもんだろ。
聖者だけではない。この世に死ぬ哀れな王者を相手にすればならない。Cinta.
نجوم بان يا سيمو سموتا هم هوي ودوك تحرطا هندوان явчжээ Очиж бари бид чадна Das zapft nach, Jamal.
一番手は誰だ。チーズが大変よ。おじうえ、来ないかと疑った。お話があります。力を合わせれば猛虎の残党を打ち払い島を取り戻せましょう。お前の務めではない。酒井家は武士の身分を失った。この日をもってお前は武士ではない。民のためこの身を尽くしました。悔いはありません。新たな武家が本土から使わされる。領地や屋敷も失われよう。故郷に別れを告げても着いてまいれ。変わらず地頭を務めるのですか。さよう。本土の武士を鍛える任を授かったからな。よかった。猛虎は日の本全土を奪うまで諦めません。奴らとの戦にこの生涯を費やすつもりだ。この務めはお前と果たしたかった。父と子として。それより御妻をめとって家族を作られては。今さら何を申す。ぬかるみにはまったようだ。そこもと手を貸そう。そんな滅相もございません。遠慮いたすな。一人では動かせんぞ。ありがとうございます。見た目より泥が深くて。大きい荷だな。行き先は。城郭へ。クロード様の税がいるので。税がおるのか。ご存じない。近々大風を味方に海を渡り原国を焼き尽くすそうです。それは大層な話だ。この荷は全て食べ物です。せめてと思って。まずは泥から出さねばな。
このご恩は忘れません。上学までの道のりは長い。ぬかるみに気をつけよ。猛虎にもな。そうします。あやつの話を信じてはなりません。今はよせ。ついてこい。税などおりません。日ごとにお前の大義に民が集まっておる。将軍様は案じておいでだ。このわしもな。それは無用の思案かと。新しい武家が来たら民は神戸を垂れるのだろうか。九郎殿の名のもと背を向けるのです。さようなことはさせません。言って聞かせます。お前が手本を見せたのだ。わしに背いたことで民は主を裏切ることを学んでしまった。お前もいつの日か背を刺されるとは思わんのか。さあ馬を降りろ。ここからは歩く。御意のままに。我が一族の墓所。酒井家の先祖七代がここに眠っておる。お前の母もな。父上も。手を合わせてやらんとな。寂しくなります。そうだな。お前は謀反人になった。私を切れと。クロードは罪人だ。武士に逆らうよう民をそそのかし。己を守るためです。毒でか。もうこの手に渡ったのだぞ。あのままでは民を犬死にさせていました。誉れを捨てたな。誉れが何だとおっしゃる。残念だ。志村の家を途絶えさせるわけにはいかん。新たな子を迎える。この首を土産に。その首は我が戒めだ。これで最後になるな。いい日和だ。受け取れ。最後の言葉をここに記すがよい。承知しました。
我がシフト。兄願わざる天命に。メイドの蓮に入れ合うるかも。父も母も見ておるぞ。はい、叔父上。耐えてやる。酒井家でも古今無類の武者へとな。お前は我が子同然だ。どうする？やります。傷は増す一方。焦げ地に背くわけにはいかん。私の過ちを正すおつもりか。お前に恨みはない。これはわしへの戒め。武者佐時王さん、我が父。息子よ。浄土で待っておるぞ。はい。
ジン、いい隠れ家だね。あんたに合ってる。受け入れねばな。今や堺家は滅び、俺は罪人となった。志村様のこと聞いた。辛かったろ。いや、なすべきをしたまで。とにかく生きててよかったよ。ファンを殺して蒙古軍には趙がいなくなった。これで本土は安心だ。だが兵は残っておる。島から出られぬ以上、土地を奪おうとさらに気負っているはずだ。戦は終わってないんだね。忘れないで。あんたが対馬を守れ。忘れるわけがない。そうだね。これからは二手に分かれようか。蒙古を退けるのも手早く済むだろうからな。また会おう。それまで達者で。ああ達者でな。誉れある最後を遂げたい。誉れをなくしても我が父だけは消えません。これから先罪人として追われることになるぞ。承知の上。政子殿は一族も思い出も失った。あの方が生きている限り俺も生きねば。この家紋を見て育ってきたのだがな。一族の墓所で拾ったもの、枯れてもなお美しい。連綿と続く一族の家紋、俺の代で絶やすわけにはいかん。叔父上、お達者でしょうか。巴にはもう無用だ。求めるものは見つかったのだろうか。ここに酒井陣を弓取り石川定信の弟子と認める。これで晴れて弟子入りだ。ユナの小刀、刃は錆びている。壊れておらぬのが不思議だ。あなたの息子になることを
ずっと夢に見ていた。いつか吹き方を習う約束だ。これで互いの無事を確かめられる。最後まで忠義を尽くしてくれたな。甘い匂いがするが、太刀にも勝る武器だ。お前が生きておればな、酒を飲みながら語りたかった。ケンジの秘蔵の酒、怪しいものだが、いずれ酒を酌み交わしたい。軍馬と弓と太刀があれば生きていけると思った。鍵縄ができるまで錯誤を繰り返したようだ。よく励んでくれたのであろう。ありがたい。ジン、いい隠れ家だね。あんたに合ってる。受け入れねばな。今や堺家は滅び、俺は罪人となった。志村様のこと聞いた。追っ手が来るかな。叔父上ではないが、誰かに追われることになろう。とにかく生きててよかったよ。ハンを殺して蒙古軍には趙がいなくなった。これで本土は安心だ。だが兵は残っておる。島から出られぬ以上、土地を奪おうとさらに気負っているはずだ。戦は終わってないんだね。忘れないで。あんたが対馬を守れ。忘れるわけがない。そうだね。これからは二手に分かれようから。猛虎を退けるのも手早く済むだろうからな。また会おう。それまで達者で。ああ、達者でな。実は